それでは社会調査の基礎の3回目の授業ですね、やりたいと思います。まあ、ちょっと今回からですね、画面にこういう最初のタイトル画面をですね、出そうと思います。次のページに行きます。今日の内容です。5月12日火曜日の授業ということで、理論編の内容の第2回目になります。以下の内容を扱います。まず、この01番ですね、おっと、01番、本日の予定ということで、今お話ししているような内容を扱います。それから、前回出してもらった、4月28日に出してもらった提出物に対する公表を行います。ちょっと今回はですね、大事な内容なので、この公表もしっかりやりましょう。その次に2番目に進みます。教材資料の解説になります。社会調査の今回は影響を調べます。前回は社会調査って何のためにあるの、目的の話をしましたよね。今回は影響です。社会調査することによってね、いろんな人が影響を受けるので、その影響を、いいものにできればいいな。悪い影響が起こるんであれば、それは未然に防ぎたいな、というような話をしていきます。そして3番目です。今日もですね、前回に引き続き、データに基づく物事の把握がなんで重要なのかというテーマで課題を出したいと思います。で、その最後にですね、調査の説明、これは皆さんにやってもらう調査というよりは、私の方でこの授業を受講している皆さん のパソコンのですね、使い方や LMS の使用状況について、この授業を進めていく上で少し知っておきたいので、アンケートを行うというものです。これについて、最後の第3回に説明しますので、第3回、3つ目の映像で説明しますので、そこまでしっかり聞いて、こういった課題と、それからアンケートに答えてほしいと思います。ではですね、次のページに行きます。公表内容ですね。はい。こんな感じでですね、ちょっと、お話ししたいポイントを まとめておきました。4月28日の提出物についてということですけども、皆さんの内容を拝見しますと、こういう点に関する特徴が浮かび上がってきました。文章構成のやり方の特徴です。すごい簡単に言うと、大きくですね、説得的な論述、をしているレポートと、あまりそういった説得性はないが、文意自体は非常に明確なレポートと、そして3番目に、不明瞭な論述と、が見られました。したがってそれぞれの特徴、なんで私がそう思ったのかというのを少し説明して、じゃあどうしたらいいかということを考えたいと思います。まずこの説得的な論述、どんなものなのか。今回その書いてもらいたかった内容は、このデータに基づく物事の把握、特にコロナウイルスの感染症の拡大の実態や経路についてデータに基づく実態の把握がなぜ必要なのか、こういったテーマでしたね。で、こういう、ことからそれが大事なんだと述べられたら、その後に理由を必ず2つ述べてくださいと言いました。その理由がうまく書けている人というのは、これです。私がね、あらかじめお話ししておいたことでもないんですけれども、どうやら、いわゆるプレップ型の論述ができているようだぞと。もう1個、いわゆるツリー型の論述もできているようだぞ、ということが、わかりました。でもこんなん、授業ではまだ説明してないですよね。初めてお聞きになった人も多いかもしれません。なので、このプレップというのがどういうものなのか、簡単に説明します。プレップのですね、P は、ポイントの P です。ポイントって何やねん。主張とかですね、論述を通じて述べたいテーゼとかを指します。私のポイントはこうこうですって言ったら、私の言いたいことはっていうことなんですね。そして次に、
まあ、2つ理由を述べてみなくださいと言いましたから、2つの reasons ですね。これがプレップの例の R の部分になります。まあ、これをきちんと述べられてた人は、もうここまで2つはですね、しっかりいけたと思うんですね。まあ、しかしそっから、いいエグザンプルズまできれいな流れで述べられた人は非常に説得的な記述になってました。この部分がちょっとあやふやだったり、日本語の文章として完成してなかったりすると、まあ、説得力を持っているとはなかなか言えないという状況でした。まあ後で具体例見てもらうからですね、具体的にわかると思います。プレップというときは一応最後にもう一度ポイント、自分の述べたいことを繰り返すのが一般的です。まあ、そういったことも後で説明しましょう。さて、その次に、文意が明確な論述ってどんなものですかね。まあ、実は、今見てきたのの中で、まあ、ポイントとリーズンだけが明確な場合です。しかし、これだけ明確でもですね、必ずしもプレップ型とかツリー型の構成とは限りませんから、そういったところまではいけてなかった方と言えるでしょう。そして最後に、不明瞭な、あまり文意がバシッと伝わらないようなものですね。これはですね、このように、まあ、ポイントとリーズン、どっちも、もしくはどっちかがですね、不明瞭な場合と言えるでしょう。でしょうかね。まずこういった特徴があったという全体の公表を、しておいてほしいと思います。それではですね、ちょっと待ってくださいね。どうやって消すの？これ、パッケージを切りますかね。はい。今の話も含めてですね、全体の公表を確認しておきます。個別のことはこの後のスライドでやりますので、まず前回はどういうことを強調したのか覚えてますでしょうかね。何を述べているのかがしっかり伝わることが大事だという話をしました。何を述べているのか。つまり、その何について話しているのかわからないと、論述の意図が伝わらないということなんです。さて、じゃあどうしたらいいのか。前回お話ししたのはこういうことでした。これこれについて、これこれのデータが必要だって話をしますよということを明確に書く。そして、じゃあなんでそうなのかということに対する答えを明確に書く。この2つが絶対必要ですよということでしたね。今からお話しするのは、あるいは先ほど言ったのは、これだけじゃ不十分だということですから、そのことを押さえておいてください。じゃあなんで不十分なのか、どのような論理の記述なのかが伝わらないといけないからです。じゃあそれを伝える上で何が効果的なのか、これがまあ今からお話ししたい、先ほど説明したプレップ構造とツリー構造でございます。こういう位置づけです。では順番に見てみましょう。論述の構成方法 A ということで、プレップ構造どんなものなのか。まあ、先ほどそれぞれざっくりと説明しましたが、もう一度確認します。3つの要素を順番に並べるんですね。まずポイント。伝えたいポイント。reasons。そのようなポイントが正しいと言える理由。そして examples。具体的な例です。まあ、今回の場合には字数が限られているので、まあ、短文と言えます。その場合は省略しても構いません。まあ、ごくね、あっさりと盛り込めた方が説得力は増しますけれどもね。そして最後にです。私服の余裕があれば、もう一度ポイント。最初に述べるとはポイントを述べるというのが一般的なやり方です。これね、言われてみれば、そんな誰でもやってるやん、自分もやってるわと思うかもしれないんですが、実は一箇所ですね、練習しないとできないところがあります。ここです。いや、理由は伸びたでと。多くの人は最初は思うと思うんですが、後で例を見ると分かります。理由を述べたようで、例だけを述べている、つまり、ポイントを述べた後、いきなり例に飛んでる人っていうのは非常に多いんですね。これは非常によくありません。あるいは、ポイントを述べた後、例に飛んで、その後に、
その後にこれが理由だからさっきのポイントなんだっていう組み立ての人もいます。これも別に間違いではないんですけども、分かりやすくはありません。後で、まあ、例を見ると分かると思います。そっか。というわけで、このポイントとリーズンズの間に、ごめんなさい、ポイントとエグザンプルズの間にリーズンズがなければいけないということですね。これを頭に置いておきましょう。次のスライドいきます。B、ツリー構造です。これは考え方はシンプルなんですが、実は実際の文章に落とし込んでいくときに苦手な人が非常に多いです。ツリー構造の文章構成ではどういうふうにすべきか。まず文章を書く前に2つ以上の物事、リンゴ、みかんなどを特定します。そして次にこれに対する上位の概念、例えばフルーツといった概念を与えます。まだ書いてはいけません。このまま。この上で順番をひっくり返すんですね。以上の内容を次のような順序で記すことが重要です。まず最初に上位の概念を述べましょう。続いて個々の物事を順に述べましょう。つまり、もともと何について話そうかなって考えたときは、リンゴやみかんについて話したいな、つまりフルーツについて話したいなというふうに考えるのが一般的なんですが、論述をするときは原則としてまずフルーツを述べて、例えばフルーツって美味しいですよね、どういうふうに述べて、で一例として、いやリンゴ美味しいですよね、あるいはみかん美味しいですよね、こういう順番で述べていくということです。だから悩ねんと思うかもしれませんが、今回の例だとですね、皆さんに主張に対する理由を2点ずつ述べてほしかったわけです。この2点をうまく述べれたかどうかは、今のように整理をして述べれたかどうかにかなりかかっています。特にこのリンゴとみかんというのをスッスッと並べるかどうかというところで分かりやすさが左右されてきますので、そうなんだとまず思っておきましょう。その上で例を2つだけ見たいと思います。まず例1、こんな答案でした。なぜデータに基づく把握が必要なのでしょうか。これに対して青い部分、データに基づく把握が行われていないとさまざまな混乱を招く恐れがあると、こういうふうに言ってくれたんですね。で、何やろな、データに基づく把握って思ってたら、例えばデマ情報の広がりだと例が来てるんです。で、デマ情報の広がりとデータに基づく把握どう関係あるんだろう思ってたら、さらに例が来るんですね。これトイレットペーパーの例が挙げられる。まあ例が来たのはいいんだけれども、結局そのデータに基づく把握が行われていないとさまざまな混乱を招く恐れがあるということの直接理的理由は何なのか、後ろの方を見るとようやく出てくるんですね。まあ、不完全な情報がゆえにということだと思います。買い占めを行う人が出てくる。これがさまざまな混乱を招く恐れがあるということの、あるいはそういった主張に対する理由、リーズンになってるんですね。つまり、この理由を述べるのがちょっと遅いんですね、タイミング的に。なので、論理的にうまくいってないように見えてしまうといった、まあ、文章構成の 例でした。まあ、なお、ちょっとですね、これ文章が破綻しているところもあります。これは増えた。主語と述語が合ってないですね。まあ、これもちょっと分かりにくかった記述の一因だと思います。まあ、短い時間でね、書いてもらっているので、仕方ない部分はあるんですが、言い悪いではなくって、まあ、確かに改善の余地ありそうだというところを押さえてください。じゃあどうしたらいいんですか。あ、いや、何がいけないんですか。ポイントは述べられているけれども、リーズンが必ずしも文章構成上明確じゃないということでした。じゃあ何を行えばいいのか。まずはということで、日常用品の供給に関するデータが必要だなどと、
具体的にポイントを述べておくとよかったでしょう。これはあの前回の授業で注意した点です。そしてその後、これに続いて日常用品の供給が不足する等の漠然とした不安が、まあ、このデータがしっかりと共有してなければ生じてしまうだろうからだ。こういう理由をバシッと述べなきゃいけないんですね。その後に、例えばデマ情報によるトイレットペーパーの買い占めの例が挙げられるというふうに例を続けるのが一番確実な文章展開法です。よろしいでしょうかね。私が先ほど言ってきたこのプレップ型が非常に効果的だということがお分かりいただけたかと思います。もう一つだけ例を見ておきたいと思います。これも今回提出された例です。太字の部分がこの課題を出された方の主張となっています。まず、コロナウイルスの感染症の拡大経路を示すデータが必要になるということを述べているんですね。これは明らかにポイント、主張点と言えるでしょう。さて、その上で理由を述べてくれています。これも非常に内容的には、プレップ法的なですね、文章展開としてはよくできています。一つ目の理由はということで、まあ、このデータがあれば感染対策を考えられるからだ。このようにはっきりと理由を述べてくれてるんですね。一つ目なんで、リーズン1、R1 と書いておきましょう。そして、もう一つ挙げなきゃいけないからということで、二つ目の理由はということで、それを指摘してくれています。ところが、これがちょっと分かりにくいんですね。データがなければ、過去の感染症と同じように国全体が混乱する。いや、確かにそういう心配はあるでしょう。が、ちょっとこれを R2 と書いておきます。R1 と R2 の関係はどうなってるんですかね。実は R1 は、こういったデータがあればよかろうという話だったんです。それが、拡大経路を示すデータの必要性を示す理由だと。R2 は、こういったデータがないと困るという話だったんですね。あればいい理由と、ないと困る理由を述べてくれた。この2つの理由というのは、確かに両方合わさって説得的になることが多いんですが、そうするためには、まずは、ないと困るから言わなきゃいけないですね。これはちょっとまあ細かい点ですけれども、ないと困る、あると嬉しいというふうに言えると、説得力があります。そうできなかったというのが一つの一因で、まあ、少し記述が分かりにくくなっています。まあ、しかもですね、その R1 で挙げられている、点の、その中身とですね、R2 で挙げられている中身がちょっとずれている感じがするんですね。でもう一つ、原因を挙げるとすると、先ほどの一つ目の例でもそうでしたが、最後の文の手術が破綻してるんですね。理由はリスクがある。おかしいですね。これは理由はリスクがあることだとかですね、あることであるというふうにまとめなければいけません。まあ、こういったちょっと文章の乱れが、主語と述語の乱れがあることもちょっと分かりにくい理由だったということです。じゃあ、もう一度改めてですね、何がいけないのか。はい、この文は、ポイントははっきり述べれている。しかし、続く2つのリーズンズがバラバラな印象を与えるということでした。じゃあどうすればいいんですか？こんな風に書くといいでしょう。1つ目の理由。拡大感染のルートがはっきりしなければ、一人一人の市民が予防策を取れないじゃないか。例えばこんな風に言ってくれると分かりやすいはずです。市民が予防策を取れないという問題がある。そして2つ目の理由として、国全体としての措置も講じられないじゃないか。こんな風に言ってくれると、あ、なるほど。市民も困る。国全体も困る。データがなければね。これは困るな。という風に伝えられるわけです。すなわち、並列になっているので、
リーズンズが説得力を持つということです。でしょうか。まあ、お分かりいただけたかと思います。プレップ構造の中にツリー構造を組み込んだ形にすると文章が分かりやすく、そして説得的になりますよということでした。まあ、今回出してもらったレポートの中からは以上の2つをですね、例としてお話ししました。まあ、見て、分かるように、まあ、その人のですね、論述の内容によってじゃあどう直せばいいかというのはかなり変わってきます。なので皆さん全員に対してですね、つまりこうやればいいよみたいな、こうこれだけやっとけば大丈夫みたいなことってなかなか示せません。ケースバイケースだからです。ですので今回はですね、さらに3回目ということで、先週4月28日に提出したデータを書き直してですね、再提出するということをやってもらいたいと思います。いや、もう3回目やん、しんどいわって感じだと思いますけども、まあ、今回は最後ですから、この同じテーマでやっていくのはね、もう1回だけぜひ頑張りましょう。はい、といったことが、まあ、今回のですね、公表の内容でした。でしょうかね。はい。じゃあ、この1本目の映像はここまでにしたいと思います。まあ、これを終えた後、まあ、丸2番の社会調査の基礎の、社会調査の影響のですね、話に進みたいと思います。そちらの方はいつもの私が作っている教材を使うので、そちらもご用意して映像をつけてください。では、映像を止めます。